墨田区では街中に避暑地を作る取り組みを始めています。活用したのは薬局です。お、こちらの薬局、のぼりがあります。のぼりには人涼みスポット薬局と書かれています。住民の暑さ対策として墨田区が先月から始めたのは、薬局を休憩所として活用する取り組みです。区内31カ所の薬局で立ち寄った人が自由に休憩できます。中には冷たい麦茶と塩分の取れるタブレットがあります。水分補給のための麦茶や塩分を補給するための飴、冷やしタオルなども常備されています。やっぱりこういうところがあったらね、ちょこっとあれじゃない、調子悪いななんて思った時にね、ここへ入って涼んで麦茶いただいたら気分転換になったりしていいんじゃないですか。区の薬剤師協会の発案をきっかけに始まったこの取り組み、薬局ならではのメリットがあるようです。まずは数ありますよね。それから椅子があってトイレがあるっていうところ、ちょうど休憩するにはいいと思います。あるものを活用してできるっていうのはメリットかなと思います。さらに墨田区では薬局以外にも15の公共施設を涼み処として開放していて、区内全域で熱中症予防の取り組みが広がっています。はい、温暖化の影響もあり、災害級の暑さという表現が定着する中で、都内の各自治体で猛暑の中で暑さをしのぐクーリングシェルターを設置する動きが広がっているんですよね。はい、そうなんです。今日紹介しました墨田区の人涼みスポット薬局や、先月この番組で紹介しました世田谷区のお休み処など、公共施設だけでなく薬局など地域の民間企業とも協力しながら、外出中に誰でも冷房の効いた室内で休憩できる場所が用意されています。高齢者や小さい子供連れの方には気分が悪くなってすぐに休める場所があるというのは安心できますよね。そうですね。そして今日全国の最高気温を観測しました八王子市でも、2012年から誰でも涼めるスペースの確保を行っているんですが、例年7月半ばに設置しているため、今日はまだサービスの開始前だったんです。八王子市の担当者は、サービスの開始前でも図書館や市役所などは冷房も効いていて、冷水機も設置してあるので、どんどん活用してほしいと話していました。こうしたクーリングシェルターは、法律の改正によって来年にも全国すべての自治体での設置が義務化されます。で、新たに設定される熱中症特別警戒情報が発表された際には、住民にシェルターを開放しなければいけなくなりますが、夜間や休日の対応など課題も残っています。